こっちの生活はどうだ？順調にいってるか？ええ、でも実は最近いろいろ考えてしまうせいか、なかなか夜寝つけないんですよね。なんだ、もしかしてホームシックか？どうなんでしょう。ただ引っ越しをしてきたばかりで、物も少ない部屋にいると少し不安になるんです。まあ前のお店にいた頃は毎日が忙しくて心細いと思う暇がなかっただけかもしれませんけど。まあ住む場所も働く店も変わったんだ、不安になるのも無理はないさ。はい、桐生さんはどうです？ホームシックになったりしますか？俺はあまり土地や環境にこだわりはねえな。どこにいるかというよりも何をするべきなのかが大事だと思っている。そして今はやるべきことが蒼天堀にある。ただそれだけだ。だから特に不安は感じてねえよ。なるほど。桐生さんは置かれた環境ではなくて使命の方に重きを置いていらっしゃるんですね。まあそういうことだ。そこまで難しく考えちゃいねえが、私はフォー社員のキャストとして蒼天堀で精一杯頑張るのが使命。なんだかそう考えてきたら不安よりも頑張ろうって気持ちが強くなってきました。そうか、いい働きを期待してるぜ翔子。了解です。もう引っ越しは全部終わったのか？ええ、ちょうど終わったばかりです。荷物が少なかったので割とすぐでしたね。必要なものがあってもこっちで買えばいいかなって思っていたので。なるほどな。そうだ、何か買っておいたらいいものとかってありますかね？自転車だ。この辺りは東京と違って平坦な道が多いから乗りやすいと聞くぜ。安売りしている店も多いからカゴ付きだともっといいかもしれないな。なるほど、それは確かにいいですね。明日自転車屋さんに行ってみようかな。ああ、それに万が一変なやつに絡まれたとしても自転車ぶん回せば返り討ちにできるしな。え？あ、私はおとなしくペダルを漕いで逃げようかな。翔子は休みの日とか何をしているんだ？東京にいた頃はよく散歩をしてましたね。特に目的を決めずに街を歩いて、目に留まった美術館や古典にふらっと立ち寄ったりしてます。ほう、なかなか洒落た過ごし方じゃねえか。ただこの辺はそういう場所が少なくて、代わりに本屋に立ち寄ることが多いですね。本屋？読書が趣味なのか？そうですね、読むのも書くのも好きなんです。なるほどな。翔子が好きそうな本といえば、案外漫画とか好きなんじゃねえか？え？ん？違ったか？いいえ、大正解です。桐生さん、よくわかりましたね。まあな、少し意外な感じではあるが、美術館や古典と言っていたから絵が好きなのかと思ったんだ。おお、鋭いですね。私が漫画好きなことを当てたのは桐生さんが初めてです。家にも結構たくさん漫画があったんですよ。でも引っ越す時に全部実家に送っちゃいました。そしたら床が抜けるって母に怒られまして。ずいぶんたくさん持っていたんだな。
ふらふらと本屋さんに入るたびに何か買ってましたからね。だから今は家に漫画がなくてちょっとつまらないんです。また買い直そうかな。キリュウさんはどんな漫画がお好きですか？そうだな、強いて言うならギャグ漫画が好きだ。細かいことは考えずに読めるのがいいな。わかります、わかります。忙しい時ほど癒されるんですよね。私もギャグ漫画好きなんですよ。頭を空にして心の底から笑えるから大好きです。なんだか今日は俺の知らない証拠をどんどん発掘している気がするぜ。そうですか？もしかして漫画を描いたりもしているのか？実はそうなんです。まあ下手の横好きレベルなんですけどね。よくわかりましたね。漫画が好きだということが表情から伝わってきたから、もしやと思ったんだ。パーフェクトクイーンだった頃の仮面みたいな笑顔の何倍も、今の証拠はいい顔してるぜ。キリュウさん、うちの店ではずっとそういう表情でいてほしい。ギャグ漫画を見てる時のような笑顔でな。はい、ありがとうございます。私頑張りますね。あの、キリュウさんから見て私はちゃんとお店で接客できていますか？ん？どうしたんだ急に。なんだかまだ自分の笑顔がぎこちないというか、引きつってる感じがするんです。自然体で笑おうとはしてるんですが、前のお店で無理しすぎちゃったのかな。まあ作り笑顔の癖がついてるだろうから、すぐに切り替えるのは難しいのかもしれないな。はい、ずっと考えていたら笑顔が何なのか分からなくなってきてしまって。キリュウさん、キャストにとって笑顔って何だと思いますか？プレゼントかな。プレゼントですか？ああ、客は元気や癒しが欲しくて店にやってくる。そんな客を元気にしたい、癒したい、そういう気持ちでキャストは客に笑顔を送ってる。誰かを思い、誰かに心を込めて届ける、それって立派なプレゼントだと俺は思うんだ。なるほど、キリュウさんって詩人なんですね。ちょっと意外です。今の笑顔は自然でいい感じだぜ、翔子。あ、
いつでもそういう顔ができるようになるといいな。俺も協力するぜ。キリュウさん、ありがとうございます。ところで、翔子はどうしてキャバ嬢になろうと思ったんだ？最初はお金のためです。学費の高い学校に通っていたので、それを払うために始めたんです。最初は見た目が良ければ売れるような世界だと思ってたんですけど、入ってみたら全然違って、人気のある方はみんな技術がすごいんですよ。その奥深さに惹かれて、次第にのめり込んでいきました。お客様を楽しませるプロ、そんな先輩たちの姿に憧れたんです。なるほどな。プロ意識の高い証拠らしい理由だ。まあ、その意識の高さのせいで笑顔を忘れたり、ちょっと迷走しちゃいましたけどね。確かに少し迷走したかもしれないが、その経験もかけがえのない財産だと思うぜ。財産？ああ、現にそれがあったからこそ今の翔子は心の底から笑えるようになったんだ。笑顔の本当の価値を学べた。それだけでも迷走した価値はあったと思うぜ。キリュウさん、確かにそうですね。これからも失敗したり間違ったりすることがあるかもしれない。でもそれを糧にして前に進んでいけばいいんですよね。その通りだ。そうやって前向きに進んでいけば、自然と笑顔になってるもんさ。はい、私そんな風に生きていけるように頑張ります。確か翔子はギャグ漫画が好きなんだよな。ならお笑いとかも好きなんか？好きですよ。漫才も見ますし、たまに寄席とかも行ったりしますね。はあ、すごいな。俺はあんまり詳しくないからな。でも桐生さんは話題のセンスがあると思いますよ。落語とかも練習すればうまくできそうな気がします。本当かよ？ええ、そうだ、試しにやってみませんか？謎かけとか。謎かけ？はい、じゃあ行きますよ。キャバクラとかけまして、何と解きますか？家のリフォームと解く。その心は？どちらもアフターが楽しみだ。キリュウさん、うまいですね。やっぱりセンスありますよ。ふん、そんなことはないさ。キリュウさんと一緒にいると自然に笑顔になれます。この前言ってた翔子が描いている漫画、順調なのか？まずまずってところですね。かなりアイディアは固まりつつあります。ただ仕事の方に力を入れているので、最近筆の進みはちょっと遅いんですけどね。そうか、漫画に割く時間は限られるだろうからな。俺が手伝えればいいんだが。お気持ちだけでありがたいですよ。でも桐生さんと一緒に作るのは面白そうですね。もし手伝っていただけるとしたら、何をしていただけますか？トーンを張るのは任せろ。キリュウさん、トーン張れるんですか？というか、よくトーンをご存知でしたね。俺だってそれくらいは知っている。影や背景にシールみたいに貼ればいいんだろう？まあ、ざっくり言うとそんな感じですけど、カッター使ったり、細かい作業になりますよ。上等だ。
昔ポケットサーキットのミニカーの改造をしていたことがある。細かい作業は慣れっこだ。そうなんですか。それは助かります。じゃあ原稿ができた際はお手伝いお願いしますね。数日缶詰になるかもしれませんけど、一緒に頑張りましょうね。ああ、任す。え？もしかして俺はとんでもないことを安請けしてしまったのでは。結構飲んだな。桐生さんといると楽しいです。私、今のこの気持ちをお客様にも感じてほしい。きっとそれがゴールなんだと思います。ただ私だけ笑うんじゃなくて、会話の中でお客さんと一緒に笑えることが大切なんですよね。それが分かっただけでも大収穫でした。ありがとうございます、桐生さん。いや、少しでも役に立てたんならよかった。これからも期待してるぜ、翔子。はい、私頑張りますね。そういえば、描いている漫画はどうなんだ？順調なのか？それが、ネタがちょっと行き詰まっちゃいまして、スランプに陥っちゃってるんですよね。おう。どんな漫画を描いてるんだ？80年代後半、バブルの頃を舞台にしたラブコメなんですけど、なかなかいい展開が思いつかなくて。おう。それはまた、なかなか斬新な設定だな。そうだ、桐生さん、当時のこと知ってますよね。印象に残ってることがあれば、教えてくれませんか？バブルの頃の思い出か。そうだな。親友といつもバカやって遊んでた。懐かしいぜ。桐生さんの親友さんですか？私もお会いしてみたいです。俺もまた会えるもんなら会いてんだがな。今は随分と遠いところに行っちまったんだ。そうなんですか。だがあいつとの思い出があるから今の俺がある。なかなか楽しいもんだったぜ。朝までカラオケしたり、遠くまでドライブしたり、喧嘩もよくしたな。素敵なお友達なんですね。いいな。私は親友と呼べる人がいなかったので羨ましいです。これから見つけていけばいいさ。フォーシャインの連中だってみんな気のいい奴らだ。そうですね。でも、男性同士の熱い友情か。なんだか熱いものが込み上げてきました。これだけでお話一本かけちゃいそうです。そうか。
まあ書いている漫画の趣旨がブレないようにな。うん、いいかも。友情を超えた愛情とか。うん。だが漫画のネタを探すのも大変そうだな。そうですね。もっと情報のアンテナを広く張りたいんですけど。そうだ、桐生さん、どこか面白いネタが集まりそうな場所とかご存知ないですか？バーとかどうだ？近くのステイルは店員も客も人生経験豊富なやつが多いからおすすめだぜ。翔子は美人だからおごってもらえるかもしれないしな。あら、お上手ですね、キリュウさん。それなら通ってみようかな。実は私、あちらのお客様からですってやつにもちょっと憧れてたんですよね。もし誰もやってくれなかったらキリュウさんがやってくださいね。あ、お金は出しますから。お前それでいいのか？さっきラブコメ漫画を描いていると言っていたな。はい、主人公の女の子が男の子のことを追いかける感じの設定です。ほう、その女の子に自分を重ねて描いたりするのか？そうですね、ヒロインが好きな男の子は実際に私が好きな人をモチーフにしたりしてます。ほうほう、ということは翔子は恋愛中か。そいつはどんなやつなんだ？かっこよくて、優しくて、面白くて、うん、仲間のことを大切にしてくれて、私のこともすごく気にかけてくれて、ふむふむ、本当の笑顔を忘れていた私に笑顔を取り戻させてくれた人かな。おい、それってもしかして。ひょっとして俺のことかなんてな。さあどうでしょう、合ってるかもしれませんよ。おいおい、大人をからかわないでくれよ。まあどこの誰かは知らんが、翔子から思われてるなんて幸せなやつだな。そうですね。うん、何ですか？私の顔に何かついてます？いや、さっきも少し言ったが、翔子の顔つきが最近明るくなった気がしてな。そうですか？ああ、毎日楽しく過ごしているのか？はい、こんなに充実した毎日が送れるなんて思ってもいませんでした。キリュウさんとフォーシャインのみんなには感謝してもしきれません。それはこちらも同じだ。翔子には助けられてるぜ。ありがとうございます。これから仕事もプライベートも楽しく頑張ります。そういえば今書いている漫画ができたらどうするんだ？別にどうもしないですよ。棚にしまってたまに読み返したりするぐらいですかね。そうなのか。だがせっかく書いたんだから。雑誌とかでよく募集している新人賞に応募してみたらどうだ？新人賞ですか？ああ、翔子が一生懸命描いてる漫画なんだ。そのままお蔵入りってのは何かもったいない気がしてな。なるほど、新人賞か。考えてもいませんでした。確かに最近は誰かに読んでもらいたいってちょっと思ったりもするんですよね。せっかくだし応募してみようかな。
ああ、応援するぜ。ありがとうございます。でも、落ちても笑わないでくださいね。笑わねえから安心して応募してこい。はい。Thank you.
ああ。Mm-hmm.